ソリスは、アメリカ合衆国の ABC、デスパレートな妻たちに登場する架空の人物。演じるのは、リカルド・アントニオ・チャビラ。日本語版吹き替えは、恥高屋。1974年生まれ。メキシコのグアダラハラ出身。カトリックの京都である。職業は、企業買収を専門とする実業家。気の強い母、ホワニータに女で一つで育てられ。 そのためか、母には、頭が上がらない。母の母書にも苦しい家計を度外視して脳感動を、用意する。ガブリエルには何でも与えて着飾らせ、トロフィー妻のように扱う一方、父親のような、傲慢な態度をとることがある。乱暴でかなり嫉妬深い。妻の友人のうち、ブリーには、 苦手意識を持っているが、リネットには、好意、関心があるらしい。卵アレルギーがある。事業における労働搾取の罪で逮捕、収監され、保釈を認められたものの、自宅軟禁が、条件のため、ガブリエルのわずかな収入に頼らざるを得なくなる。経済的な、豊かさを失い、また刑務所に入らざるを得なくなったことで、妻の気持ちが離れていくのではと不安を感じ、 婚姻後契約にサインさせようと薬期になる。やがて子供を望むようになるが妻が応じないため、密かに避妊ピルを採工して、ガブリエルの妊娠を招いてしまい、彼女の怒りを買う。序盤から、ガブリエルの不倫を疑い出し、母、ホアニータを呼び寄せて、妻の監視を依頼する。また妻の不倫相手と勘違いして、二人の下に暴行し、労働作取材のために、 刑務所に入る前日、ゲイに対する造犯罪容疑で逮捕される。その陪審で、ガブリエルが証言している最中、ガブリエルの実際の愛人であるジョンが現れ、カルロスに不倫を告白して挑発。怒り狂ったカルロスがジョンに殴りかかろうと暴れ出すが、出席者には、傍聴席にいた被害者ジャスティンを襲ったと、受け取られてしまう。ガブリエルの不倫を知ったカルロスは、 お腹のこの DNA 鑑定を要求するなど、懲罰的な態度をガブリエルにとる。しかし刑務所仲間に脅迫を受けて、妻の助力を必要とし、また妻が、はっきりと改心したことで和解。ところが新しく雇ったハンサムな弁護士デイビッドに、嫉妬してしまい、妻の浮気心を再び疑うことになるが、デイビッドのおかげで、悪犯罪の疑いは晴れる。 ガブリエルの流産で期待していた子供を失い、深く傷ついたカルロスは、カトリック信仰に救いを求め、知り合った、修道女シスターメアリーとの精神的な結びつきを、心の支えとするようになる。やがて彼女の力添えで早期に出獄するが、シスターメアリーの存在を知った、ガブリエルの嫉妬に直面。神の兵士になりたいと希望した。 ボツワナの救済活動への参加も、シスターメアリーとの同行を許せない、ガブリエルの計略で阻まれてしまう。シスターメアリーが、フェアビューを去ると同時に、ガブリエルが子供を望むようになったことで、カルロスの子供を持つ夢は一気に具体化する。ところが、前の流産のため、ガブリエルの妊娠が難しいとわかり、養子か代理母出産を選択せざるを得なくなる。 一旦は迎えた養子も連れ戻されたため、メイドのシャオメイに代理母を務めさせることに決め、妊娠は成功する。しかしこの妊娠を境にカルロスは自分の子の母親であるシャオメイに惹かれるようになり、ガブリエルに隠れて、ジョージを重ねる。やがてこの浮気は、ガブリエルの知るところとなり、カルロスはソリスケを追い出される羽目になる。半年後。 カルロスはガブリエルから離婚を突きつけられ、競技に入る。シャオメイの産んだ、待望の子供が、実は、病院のミスで夫婦の子でなかったことで、離婚競技は本格化するが、未だ復縁を望んでいるカルロスは、経済的困窮を理由に、ソリスキに戻る。しかしガブリエルが仕返しに不倫を重ねたため、怒ったカルロスはガブリエルを騙して、妻に、 離婚の裁定が不利になるよう仕向ける。離婚調停の直後、夫妻の怒りは頂点に達し、互いの財産である邸宅と物品を破壊しまくる。しかし、立てこもり事件のショックで我に帰った二人は、憎しみ合いをやめようと誓う。離婚後行くあてのないカルロスは、マイクが、記憶喪失と知り、親友だったと称して、マイクの家に居候を始めた。マイクが、 モニーク殺害容疑で逮捕、収監された後も住み続ける。ガブリエルから別れた夫に頼らず自立したいと言われ、その気持ちを尊重しようとするが、腐れ縁のような関係は続く。ザックに迫られて窮地に陥ったガブリエルにも助け舟を出した。カルロスはイーディと付き合い出し、彼女の息子トラバースと三人で水入らずの生活を送る。 だがガブリエルへの気持ちを捨てきれず、彼女とビクターとの婚約を知り気き承知にする。さらに、トラバースが、ジップの元へ帰り父親役ができなくなると、イーディとの関係は、ギクシャクする。孤独を恐れるイーディは子供を儲け家庭を作ろうと、提案、父親になりたい一心でカルロスは、彼女と同居して、子作りを始めるが、実際は妊娠などする気のないイーディは、 隠れて否認ピルを飲んでいた。ガブリエルの結婚式当日、イーディの嘘に気づいたカルロスは激怒して、離別を通告、繊細の疲労宴の控室で焼け酒に走る。そこへ、花嫁姿のガブリエルが昇進の面持ちで現れ、いきなりカルロスに抱きつく。ありがとうございます。